どうもしげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はサプライズ降臨ですね。ジオング降臨というものが来ておりますので、こちら、ウルフデイトナで初見攻略してきた様子をお届けしたいと思います。その前にジオング降臨で手に入るこのジオングというキャラクターなんですけれども、結構この無課金キャラとしてはぶっ飛んだ性能だと思っているので、ぜひ作ってください。まず火力覚醒でいくと4色攻撃強化3つ持ちで、 L 字もありつつ、スキルが5ターン、まあ、最短5ターンでロック解除、まあ、6色陣ですよね、まあ、5個ずつ生成っていうところで、はい、まあ、30個5、6番面であれば変換というか、まあ、生成するので、実質陣で、1ターンの間ダメージ吸収を無効化というところで、ダメージ吸収無効が5ターンで打ててしまうと、はい、これはもう作るべきキャラなので、ぜひコツコツ周回するもよし、1体確保して全部 P 上げでもよし、作ってみてください。超覚醒について触れるの忘れたんですけれども、スキブプラスもしくは4色攻撃強化もしくは浮遊がゲットできるというところで、無課金の浮遊キャラはラグドラに続く2体目じゃないか。もっといた、ラグドラだけだよね確かね。はい、なんで、こういった面からもぜひ作ることをおすすめいたします。はい、ということでパーティーはこんな感じですね。一応ガンダムシリーズコラボキャラの全パラ3倍っていうのがかかるので、もうちょっとガンダム増やしてもいいかなと思ったんですけれども、前の動画かな、ウルフデイトナにエクシアを入れた、まあ、超火力編成ですね。はい、こちらでやってきました。編成はね、別にそんなこのダンジョン特化というか、まあ、このダンジョンそんな難しくないので、はい、まあ、普通に勝てるかなと思うんですけども、協調チャレンジのままかなと思います。はい、こんな感じで勝てました。ぜひお試しあれということで、ダンジョンの様子をご覧ください。はい、ということでまずバトル1ですが、まあいろいろね、変身を終わらせなきゃいけないっていうのがこのキャラクターでもあるんですけども、最初遅延が飛んできます。遅延体制2個振ってるやつが今3食らってたんで、5ターン近くぐらい来てるのかな、多分そうなんですけども、ポルナレフの2ターンヘイストとか、エクシアの3ターンヘイスト、いやエクシアの変身時の3ターンヘイスト、これ強すぎるわマジで。で、チョッパーの後ろのドフラミンゴ溜まったタイミングでスキルが溜まったので、ここで変身を終えて、さらにアイアンマンを撃つことでもうね、スキルループも始められますよという感じで、とりあえずのねウェイパズル、はい、水は繋がらないように分割しつつ、これでまあ敵が2体ということもあって、しっかりウェイで火力を入れていきます。で、見ていただければ分かる通り、ロック目覚めが序盤に来てるので、まあこれ上書きだったり、まあ、L 字で解除するなりした方がいいんじゃないかなと思いつつ、ルーレットもしっかり来るんですよね。しっかりめに来るので、まあロックあっても最悪だって火光水があればいいだけのリーダースキルなので、まあそんなに気にならないかなと思いました、やってみてね。はい、なので、まあ、しっかり対策したい方はそこを入れてくればいいし、別に無視しちゃってもいいかなというのがこのダンジョンです。はい、2階に関しても普通にウェイで、まあ、しかも1個ずつだったけど足りているという感じで、はい、3階もね、先制変換が、まあこれロックで引っかかってるから何を食らったか分かんないんですけども、先制で変換がありますよということで、まあやっぱりロックはあってもいいんじゃないかなって思いましたね。まあ、3色ぐらいなら、まあだって欠損してもあれですもんね、普通にウルフデイトナループしながら自動回復で追いつかせてっていうことが多分できると思うんで、 HP これ275万ありますからね。通常のダンジョンよりだから、エクシアがこのダンジョンの、まあ、いわゆる特攻的なところで、全パ3倍もらってるから、はい、そういうことです。でここですね、ルーレット、これ3ターンしかも結構な量来てるんですけど、まあロックそのままにしておいたのでパズルもしやすいよねっていう感じで、まあ火がこれウェイ組めないですけど、まあ水もねしっかりだからエクシアが入ってるから火力も出るしってところで、ポルナレフも出るかな。はい、これで問題なく、まあ落ち込みは乗っておりますが倒しておりますと、全然だからそんなに厄介なことはないかなと思います。でボス前ここがね、まあ火の軽減持ってたり、まあ、覚醒無効も来るしということで、そこの対処が必要かなっていうのはありました。まずね、覚醒無効はチョッパーで返してあげて、ルーレットで引っかかってる状態で、あ、これ水ないか、はい、ここに来て欠損しました。一旦ね
ただ、ちょっとね下の方で今光のロックも残しておこうと思ったんですけども、ちょっと落ち込んで消えちゃってっていうのがあるのと、エクシアの後ろが溜まっちゃったと、まあ、ここまでで全然使ってもよかったんですけどね、溜まっちゃったということで、これを打つとロック解除で、盤面がルーレットに引っかかりやすくなってしまいます。ただまあなんかウェイは組みやすいルーレットだなと思ったので、まあ、適当にこんな感じで光と火だけウェイを組みつつ、あとは適当に崩していくといった形のパズルをしました。これで、まあ、カンストはしてるんですけど火力は足りないというところなので、はい、ワンパンしたい方はちょっとここは工夫する必要があるのかなという感じです。で、まあ、残りはね普通にさすがに2パンできないと、2パンできないと逆に何パがワンパンできるんだって話になってきますからね、ウルフデイトなんでできないと。はい、なんで2パンしていきます。はい、でボスバトルですね。ボスバトルも全然厄介な行動なくって、序盤でいくとまず回復消せない、まあ、回復はね使わないパーティーにおいては全く問題ないかなっていうのと、向こう張ってこないんで、まあ、周回パンも組みやすいかなって思いました。なんでさっき紹介した通り、まあ、優秀なキャラなんで P 上げででも作りたいところではあるんですけど、まあ、周回パンが組めるなら、まあ、P は節約してもいいのかなっていう感じはありましたね。はい、とりあえず15コンボで、超コンボまで削ります。で残りなんですけども、13コンボ以下吸収で盤面が広がる、まあ、それだけなんで、まあ、倒しやすいかなとここもね思いました。まあ、最後なんでエクシアも使いつつポルナレフの、ドロキョウも入れつつといった感じで、あとはパズルをしっかり組むだけで8ですね。はい、なんでまあ何回も言ってる通り回りやすいダンジョンでかつ高性能なキャラが、ムカキンキャラが手に入るということで、まあやらない理由はないかなという感じです。はい、しっかりパズル決めて、これでも削り切れるんで、はい、そんな感じなので、ぜひ何かの参考になれば幸いです。あとはね、まあ周回編成みたいなものが思いついたり、あといいものが見つかれば、紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。さよなら。